京の剣士ランキング。はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょう。そしてどうも、かえきです。そしてとやです。さあ、小屋おね同盟コラボ最終日です。 ありがとうございました。まあ、ワンピースといえばね、もうそれこそいろんな剣士が出てくるわけですけれども、うん、まあ、両チャンネルね、ちょっと3名ずつちょっと出し合って、まあ、その中でちょっと順位を決めて、うん、ちょっと今回この動画で発表したいと思います。ぜひね、多分ね、もう人によって絶対これ変わってくると思うんで、うんうん、ぜひね、皆さんのご意見もコメントいただければと思います。はい、じゃあやっていきましょう。それでいきましょう。お願いします。ぜひチャンネル登録お願いします。こえちゃんの方も見てね。あ、じゃあ行きましょう。はい、そっちから行きましょう。最強の手持ちを用意してきました。おー、すごい自信満々の2人で、もう、はい、任せてください。手を挙げる係と言う係、はい、お願いします。はい、ミホークで。わー、そりゃそうね。そりゃもうミホークはそう。まずジュラキュールっていう名字かっこいい。めちゃくちゃいい。かっこいい。誰が似合う他に。いや、ほんまに、ね、誰も似合わない。ジュラキュール、ルフィ、ちょっとちゃう、うん、ちょっとちゃいますね。ジュラキュール、スピード、ジル、まあ、これもちょっとちゃいますね。ちょショットどころじゃないんだけど違いが。ジュラキュール、キンエモン、まあ、これもちょっと違いますね。確かに。そうなんですよ。日本語は現時点でもう最強って言われてる、はい、そうなんですよ。それはもう、そう、うん、ちょっとここはまあ一発目はね、そうですね、まあ、うん、やっぱり、うん、言っとこうかな、まあ、鉄板なんでね、うん、やっぱもう世界一の大剣豪ですし、うん、間違いなく入っていきますね。間違いないな。はい、じゃあ次行きますか。もううち早速。はい、はい、はい、じゃあうちは一人目。はい、君、俺が言う。今の流れは絶対に君な感じでしょ。今ジャンクスです。はい、ジャンクスです。ジャンクスです。ライバルが、まあそうね、やっぱミホークと来たら、うん、やっぱね、そのミホークとね、うん、当時決闘の日々を繰り広げてたやっぱシャンクス、うん、まあ、ここは入ってくるんじゃないのかなって感じですね。なるほど、うん、ジャンクスはもう、うん、片手しかないんだよ。うんうんうん、うん、でも、ガイムさんを止めてるわけですから。まあそうね、もう強いっしょ、どう考えても。まあそうだね、確かに確かに。大将片手で止めてるからね。おー、あと白ひげとブーン、はい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 、ってするわけ。片手でね、そう、確かに確かに。白ひげと渡り合ってるもんな。現状4校でもあるしね。うん、うん、で、かつしかもカイドウと小競り合いもしてたわけでしょ。そうで、戦1話でね、カイドウがルフィに感じた面影のうちの一人にもいるぐらい、うん、相当強いやん。剣士覗いても強いぐらいの人ですから。確かに確かに、ね、剣賞金もすごいからね。そうだね、うん、確かに剣使ってたらそうですね、うん、じゃあ、はい、ここ多分意外だと思うんですね。はい、フジトラ。おお、なるほど、いいっすね。いや、いいですね、めちゃめちゃ熱い。やはりですね、うん、グラミと能力者での、まあ、技との兼ね合い、うん、で、これは剣士としても相当強いんじゃないかなって思ってます。そうなんですよ、ね、あの刀万能じゃないですか、うん、ね、めちゃめちゃすごいっすね。多分目が見えてないからこそ切れるもの多いと思うんだよね、うん、はい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 、最強剣士ってもう目つってやってすじゃん。座頭市の感じ。そう、座頭市の感じがまさに、うんうんうん、いや、だからちょっと意外とフジトラ、なんか今まで世界長編の前までは何してるか分かんなかったですけど、うん、めちゃくちゃ強い剣客だったんじゃないのって思うんですよ、はいはいはい、ありえますからね。そう、だからなんかあんまりそういう目的もなかったけど、なんか本当にやりたいことが見つかって、うん、応募してなんか受かって大将になってっていうね、頭角を現したけど、うんうんうん、実は最強の座ってここにいるんじゃないのみたいな。はいはいはい、確かに。そう、なるほど、ありえるな。僕たちの大好きな幽遊白書っていう東海先生の作品あるんですけども、うんうん、そちら魔界の三すくみと言われてて、はいはい、ライゼンムクロヨミっていうのが最強だったんですけども、うん、そのなぜかそいつらが魔界を統一せずに、うん、もっと影に潜めていたやつが実はその魔界統一トーナメント優勝したんですよ。そうそうそう、というように野心も持たずにどっかに隠れてるんですよね、やっぱ強いやつっていうのは、うん、はい、そう思うとフジトラなんか筆頭じゃないのと思うよね。なるほど、そうっすね。確かに確かにそうだな、フジトラはマジで、はい、能力やばいしね。そうね、そうなんよ、うん、やっぱ重力使えるっていうのは、うんうん、そう、あれ空飛びますよね。空飛んで、空も飛びますね。そうね、はい、強くね。いや、そうなん。強いっす。抜けてたな、剣士っていうところで抜けてた、うん、確かに剣士感なかったな。ナイスだわ、うん、はい、じゃあこちら行きましょうか。はい、まあこの人でしょうね。はい、お願いします。レイリー。おー、なるほど。もうレイリーは強い、うん、うん、
もう言わずもがな強い、強さで言ったらもう確かにな、めちゃめちゃ強いね、強いクラスですよね、うんうん、まあもちろん年を取ったりしてるんで、うん、まあその辺はねちょっとどう加味していくかが、うん、まあ今日問題になるかなとは思うんですけど、まあ、でも気だる止めてましたもんね、そう余裕で止めてる、だロギアも余裕で止めれるぐらい、しかも大将も止めれるぐらい、うん、そうっすよね、でしかも異名が冥王なんですよね、うん、で冥王の由来っていうのがビブルカードで判明して、要はレイリに挑むイコール冥府への片道切符って言われてるんですよ、うんうんうん、レイリに挑むイコール地獄行きだってことなんですよね、あの肩書きって、うん、その肩書き何っていう、うんうん、レベルでもうだから他の海賊にも恐れられてたんだっていうところがやっぱり強さのゆえんでもありますよね、うんうん、エリアは剣以外も使いながら戦うよね、キザルは足で足でバーン止めてました、うん、剣士としてかつもうこっちもいける、うん、はいはいはい、普通ね武術としてね、うん、剣以外の武術も確かに海王類一匹でもバーンって仕留めれるから海だからね確かにとんでもないっすけどね確かにカーブベルト泳いできてますからね、そうそうそう、どういうレベルなの、これレイリーが最強の剣士であることの証拠を、はい、ちょっと思いついちゃった、えなんですか、この線は越えないことを進む、ほうほうほう、線引いただけでもうバリアを作る最強じゃない確かに確かにね、そうね確かになるほど、小学生みたいなことそうそうそう、ね、大丈夫ですか、ここから先はもう入れないよ何にもなかったとしても超えづらい、まあ、確かに確かに精神攻撃が確かに確かに確かにこれ超えたら絶対消されるってなるほどなるほど、もしかしたらシャンクスの剣の師匠の可能性とかもありえないね、全然ある、ね、それは大いにあると思います、ね、そう考えたらめっちゃ強いですけどね、めちゃめちゃ強いですね、めっちゃ強い、だからそのレイリーの刀の名前が知りたいんです、あーまだ分かってないんですよね、うん、なんかちょいちょいね変えてるっぽいですよね、それがなんか小田先生のあえて変えてるのかたまたま変わっちゃったのかは分かんないんですけど、なんか微妙に違ったりするんですよね、なんかデザインが、うん、だから実はそれ裏を返せばどんな剣でもいいようなのかな、どんな剣でも最強みたいな、なんかその方がなんかぽいっぽいっすよね、そうなんですよ、なんかレイ女もコロコロ変わるそう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 、確かに確かに、結局売るもんがないから自分を身を売って、はい、あのねヒューマンオークションにいたわけだから、うん、だから結局剣とかもなんか売っちゃってそうなイメージありますよね、なんかあーなるほどね、なんか逆にそういう破天荒さもなんか強さのゆえになりえそうだなって感じ、すごいな、なるほど、強いな、これ、いや強いレイリーは強い、なるほどね、僕たちの3人目いきますね、はい、剣豪龍馬です、うわーさすが、もうそりゃそうだわ、これ強い、これは強いです、これめちゃくちゃ強いですよ、うん、これ強いよね、うんうん、強くないわけないよね、うん、ないわけない、だって今までまあ強い人ね今言ってきましたけど、はいはい、まあ、例えばじゃあ、 まあ最初に言ったミホーク、はいはい、世界一の剣豪って言われてるだけ、はいはい、じゃあ例えばね言ってもらったシャンクスとかレイリーも出ましたけど、はいはい、レイリーもただの名王って言われてるだけ、はいはい、もうそんなレベルじゃないんですよ、はいはい、刀神様なんですよもう刀の神やぞこっちはと、魔の国の人しか言うてない、ああなるほどなるほど、今もんどころ見せたみたいな刀神だぞみたいな王とか世界じゃないのよ、確かに神だから、確かに確かに、そう、もう最強、いやー、そう確かに龍馬1位か、あるマジで、うん、1位だなこれ、シュースよね、最上大技ものじゃないんですよね、そうなんですよね、そこがまた面白いですよね、多分あれ後からできたセールだから龍馬の後にあの当時は多分シュースが最高傑作だったんだよ、でも時代が進んでもっといい夜とかも作れるようになったから、あーこれ龍馬さんの刀超えちゃったけどいいのかなみたいな、なるほどね、そうじゃあもうそこなら最上ってつけとこうみたいな確かに神って言われてんだもんね、しかも侍の国、刀を使う武士たちの国の神だから、うん、もうそりゃそうだな、確かにそうっすね、見てみたいっけどね、見てみたい、戦いをね、戦い見てみたいっすね、過去編とか描かれるんすかね、ですよね、いやそこが気になるな、あれいつの人なの、なんかね本編では一応数百年前って出てるんですけど、うんうん、あのワンピースマガジンだと400年前って書かれてたりするんですよね、ただでもちょっと定かでは分かんないけど、うんうんうん、一応数百年前に都に現れた竜を切り伏せたって言われてるから、うんうん、まあ、どこの年代かちょっとまだ定かではないけど、龍、うんうん、切るってめちゃくちゃええで、めちゃくちゃよ、龍ってまずないその時代の当時の龍ってまずないんですよね、違う、あのバンカーザードのドラゴンだって無理やりメガバンカー作ったじゃないですか、うんうん、え、じゃあ何当時龍いたのとか、うん、それかはたまたカイドウの前任者なのかとか、ね、だからそう思うと
バリ強いですよね、その人。いや、強い。で、それを切ってるわけだから超強いじゃん。めちゃめちゃ強いよね、やっぱり、うん、強間違いないですね。いや、ユーマ間違いないな。下突き系ってすごいですね。すごいっすね。下突き強いわ。ねえ、なんかその血をね、ザロが継いでるかもしれないみたいなのがまた熱いっすよね。それっすよね。てか、いつわかんの、それいや、それだわ。結局、下突き系はね、向こうにね、イエストブリー行ったけど、そう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 、ゾロはでもめっちゃ似てるじゃないですか、シルエットが。結局ゾロはどうなの、うん、ねえ、ね、ちょっとそこにもまた気になるところ、クラブなんだよね。なんかもっとワロクリの侍のなんか戦いを見たいんだけどね。気になるね。そうだ、最初なんかワロクリの説明って世界政府加盟しませんよ、なぜならもうめっちゃ侍強いからですっていう説明があったから、リューマ知ってたから、リューマみたいなやつがそれたくさんいたらそらそうよ、自己防衛できますよねってなるけど、今ちょっとなんか弱体化させられてるやん、ちょっとなんか武器も ね、 ね、うん、本来の強い和の国ってどんだけ強かって、その中の東神様でしょ。そう、いや、えぐいな、すごいよね。確かに、だからその当時の龍馬のライバルってことでもいそうですよね、うん、部下なのかなんなのか、うん、確かに見たいな、その辺。まあ実際ね、カイドウとかもね、すぐ侵略せんとね、うん、弱体化させてから侵略に行ってるし、そうそうそう、で、実際赤鞘国男もね、うんうん、本当カイドウの幹部たちぐらいだったら全然倒せそうだったんで、めっちゃ強い赤鞘山、そう、うん、ま、実際強いっすね。そう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 、ね、だから本当えぐいなっていうのを思いますよね。ちょっと何の話だっけこれ。めちゃめちゃ盛り上がっちゃう。侍は強いって話を。そうですね、そうですね、はい、で、そのトップでやったであろう、はい、リュウマはやっぱ強いねって話ですね、うん、ちょっと最後気になるな、はい、まあちょっと最後ね、うん、いいですか、はい、一応やっぱこの人じゃないの、うん、っていう人ちょっとね、うん、まあでもリュウマ、まあ一応剣士でしょやっぱこの人も、うんうん、はい、じゃあラスト、我々が出すのはこの人です。ロジャーです。ロジャー出させていただきます。ちょっとずるいな、ちょっとね、じゃあこれ真偽だと思います、正直。最近まで剣士って分かってなかったですよね。そうですね。しかもなんならゼロ感の印象でなんかピストル2丁使ってんのかなみたいな印象があったと思うんですよ。ただですよ、96巻ロジャーの冒険明かされました。どうでしたか。めちゃめちゃ剣、そうですね。で、かつしかもあのカイドウをうならせたおでんをかむさり一撃バーン、ね、あれもうめちゃめちゃ剣で、かつ白ひげとのバカーン触れてねーいけんで、しかもビブルカードで哀悼エースバーン、もう急に剣士要素があと後々ドドドドドンって来ている中で、まあやっぱ剣士か剣士じゃないかってなったら今もう剣士なんじゃないのかな、っていう域にちょっと入ってるかなって思ったんで、ちょっとロジャーやっぱ入れたいなと思ったんで今回ね選ばさせていただきましたね。なるほどね。わりかし晩年なのかな、なんかそうですよね、なんか当時そんなにね、言うたらロックスぐらいか、ほんとちょっと前だとね、40年前、38年前のロックスを、まあ、打ち破ったとか、なんか本当に大きなことって、実は我々が知らないだけかもしれないですけどね、ね、そうそう、ね、うん、まあ、四季とのね、海戦、党の海戦があったりだとか、まあ、その白ひげとね、まあ、殺し合い何回もしてたみたいな感じだったけど、実はそんなにね、まだまだ分かってない部分は多いですよね、多いですよね、うん、強さの分ではね。だからあの辺で別にね、たまたま強かったパターンもありますしね、うん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 、結構長いですもんね、だってロジャーはブルックがね、うん、若い時に、50年前ぐらいにそんなルーキーもいたなみたいな感じでブルックが言ってるぐらいだから、うんうん、だから25年ぐらいは少なくとも海賊やってるんですよね、めちゃくちゃキャリア長いですよね、そうなんですよ、めちゃめちゃ、だからこそいろいろ知ってるがゆえに、多分だけどあれもね、ちょっとジャンプの内容ですけど、ちょっとジャンプですよね、いや多分あれもね、覇王色まとって、そういったものも自身に昇華してたわけですよね、おそらくあれも、そうですね、だからこそ白ひげとのあれもできたわけだし、だからそう思うとなんかね、その先駆者というか、強さの先駆者なのかなっていう感じはやっぱしますよね、ですよね、20何年も海賊やってて、ルフィね、もうちょっとそう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 、ここまで来ちゃってるから、そう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 、なおさらルフィの凄さもなんか際立ちは際立ちますよね、確かに、めちゃくちゃ効率よく冒険してる、確かにそうですね、いや本当にそう、運良すぎ、そうそうそう、やっぱロビンが仲間にいることもね、絶対そうですよね、普通ロジャーは13年間冒険やり直したんですもんね、だって13年ロビンがいなかったら本当やり直さなきゃいけないぐらいなんですよね、うん、確かにそう、なんだけどルフィはロビンと出会ってるからラッキーなのよ、その時代はね、もちろん海賊王って言われてるぐらいですから、まあやっぱり最強の剣士にちょっと入れてもいいのかなという、
形で。確かに、うん、つまりロジャー海賊団は最強の剣士集団やったっていうことですかね。ワンチャンそう、ワンチャンそうして、むしろ俺ら全員ロジャー海賊団ですから、ね、そう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 。そうロジャー海賊団の悪魔の実禁止令とかあるの？食べるな。確かに確かに食べる。剣でいくみたいな。入れないやつ仲間にあるかもしれない、もしかしたら。だからバレットも降ろされたのかもしれないです、もしかしたら。なるほどなるほど。確かに最後ラフテル行ってないからね、バレット。なるほどなるほど。バギーも行けてないし、ね、確かに確かに。銃の方も気になってきたな。いやそうなんですよ、ちょっと本当もうこの話するとね、もうめっちゃ長くなっちゃうんですけど、ね、うん、昔だってフィギュア見てどれもだって銃持って刀持ってたから。そうですよね。俺このイメージのフィギュアがめっちゃイメージだから。そうなんですよ。なんか我々もね、そのプロデュースさせてもらったエースの、ね、そう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 、エースのあそこに入れたのはやっぱ拳銃でしたもんね。そう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 、ザ・海賊なんですよね、フォルムが。だから拳銃が似合うんですよ。はいはいはい、そうですね。アンっていう名前の拳銃なんかな。いやそんな気がしてる。確かにな、ね、ほんとね、エースでね。いや熱いな。両方でも使えるんだろうな、めっちゃうまく。そうでしょうね、うん、そうですね、うん、銃を使ったなんかガチバトルとかも見たいですよね。見たい。うん、確かに銃のバトルないから。何もするな、キザとか。ほんと何もしてないから、ね、お互い何もしてないから、ね、打たない、ね、打たないからね。本当にとね、バトル入れな、道具じゃないはずだったんだ。はい、そんなもんですかね、はい、ちょっとね、お互い3つずつ出し合ったんですけど、はいはい、決めますか、ちょっと決めますか、いや、これ決めがたいな、マジで、ね、シンキングタイムですね、はい、はい、結果発表。すいません、ちょっと最近あのケイさん、浜ちゃん目指してるらしいんで。あ、そうなの。ついに。なるほど、YouTube 界の。はい、だんだん浜さんやる。おお、ね、あ、じゃあもう歌出す日も近い。はい、歌出して。そうです。結果発表したいと思います。はい、第6位、フジトランです。おお、まあ悩みましたけどね、やっぱりこの面々の中だとやっぱこうなってくるのかなという形ですね。まあね、ちょっと強すぎたね。そうですね。じゃあ第5位、5位はシャンクスです。おー、まあもちろんね、最強であるんだろうけど、やっぱ今片腕っていうところもね、うん、ちょっと神にした方がいいのかなっていうことで、うん、確かに確かに、やっぱね、まあこの感じですかね、うん、はい、では第4位、レイリーです。はい、悩みました、本当にここは悩みましたね、うん、この辺りはね、うんうんうん、じゃあ第3位、うん、ロジャーです。おー、うん、ここにね、まあね、強いけども他の2人がやっぱもっと強いと。うん、はい、第2位、ミホークです。おー、まあ、高野世界最強の天使ですからね、まあそこはやっぱ揺るぎないんじゃないかと。うん、若いし。はい、うん、第1位、うん、決まってるやん。決まって、大丈夫よ。決まってるから。決まってんのよ。リュウマです。いや、まあもうリューマー納得ですね。なんかやっぱね、もうめちゃめちゃ強いだろうし、やっぱ全盛期見てみたいですね、こうなるとね、うん、そうっすね、過去編とかでいいんでね、和の国終わりとかでちょっと描かれないかな、ね、本当に本当に、その当時のね、リューマーの話とかもなんかゾロの出世とかにもね、かかってきそうな感じなんで、その辺とかで見たいね、見たい見たい見たい、っていうやっぱ期待値も込めてちょっと1位ですかね、うん、うん、はい、という形でございました、はい、ぜひね、皆さんのランキングもね、はい、やっぱこここうじゃないみたいなのももちろんぜひあると思うんで、バンバン書いてってください。盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、今日ここまでです。こえちゃんコラボユイカありがとうございました。ぜひぜひね、撮らせていただければと思いますんで、ぜひりょうチャンネル、チャンネル登録しといてね。よろしくね。また次のコラボも見てください。こえちゃんのコラボも見てね。明日も楽しみ。またね、また来ます。ありがとう。だからお願いお願いします。チャンネル登録お願いお願いします。そしたら